はい、じゃあ続きいきますよ。この6。なかなかね、ちょっといけないんだけどね。なんとか、やばい。危ない。なんとか、くそ。難しいな、おい。マジかよ。焦る。ここでこの敵と戦う時間を費やしてしまうと、このね、先のブロックが消えていっちゃうからっていう焦り。ちょっと困ったな。困ったな。よいしょ。あーった。くそ。簡単に残機3つも4つもなくなる。くそ。くそ。もうどうにかして、どうにかしていきたい。ほら、もうこういうところマントとか使えりゃいいんだけどさ、肝心なところで魔法使えないっしょ。これほんとダメ、ダメだ、ダメだよこれ、ほんと。ほんとに。肝心なところでさ、あ、くそ、反応遅れた。ちょっと先進めない。先進めない。どうする？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 やばい。本当にこれどうにかしないと、まずいぞ、これ。やばい！危ないな。なんとか間に合ったけど。本当にこれどうにかしないと、ちょっとここ、わあ、もう、うわぁ。最高に。これ、これさ、下手したら57もこんな感じ、なんかこういうストレスステージなんじゃないのこれ。てか、ストレスステージがね、もうだいぶ続いてるよ、これ。ごめんに入ってから。あ、くそ。ダメだ、焦る。いやー、でも、いやー、でもな、焦らず行くと今度、やっぱり間に合わなくなっちゃうんだよな。さっき、一番最初そうだったから間に合う。あ、ダメだ。ダメだ。ダメだ、これ。くっさー。くっさー。あー、あー、もう。いやー、困った。これ本当に困った。あのスタート地点何メーターかしか動けないっていう、このこの屈辱。もうちょっと余裕持っていってみようか。意外と余裕持っていった方がなんとかなるかな。焦って前へ前へこう行かなきゃいけない心理をね、こう焚き付けてくるんですよね、このステージ。さあ、ファミコン版以上だこれ。本当にもうタイミングをずらして、急げ急げ。うわー、もう急げ。よいしょ。まあ、なんかランダムくせえよな、このブロックのなくなっていく感じ。ここちょっと開いてくれ。早く。OK、開いた。開いた、開いた、開いた、開いた。あ、うわ、せっかくここ行けたのに、もういきなり消えるから、もう。だから、いきなり消えるから、ジャンプのタイミングがわからんのよね。かといって、常にジャンプしようものならまだ上にトゲがあるっていう、これ最悪ステージだぞ、これ、本当に。よいしょ。どんどんもう前に行こう。開けといて。ああ、もう、ああ、くっそー。いや、これ運ゲー？
運ゲーじゃない。いや、このブロックの消えていくのがプログラム通りなんであればまだしもだけど、完全にランダムなのであればね、完全にこれ運ゲーよ。これ運ゲー、運ゲーイコールクソゲー。ちょっと待って、早く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 、やっぱなんかランダムくせえよなこれ。あーあーこの感じから言ってごめんが最後かな。あーやばいやばいやばい、これ最後っぽいよな。これでまた6面7面ありますだったら泣くぜ本当に。あーもうほらこれジャンプできねえしさ。いや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 、ちょっと待ってよ。うわま、運ゲーじゃん。ちょっとこれクソだこれ、マジクソだこれ。クソだけどこんなクソゲーに負けたくねえ、諦めたくねえ。早くここここここ、よっしゃ、いけるいける、危ない危ない、よし、いけた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 。ここもちょっと急がなきゃまずいぞ、急いで急いで前に行こう。ここ多分いずれ消えると思うんだよな。あ、やばいやばい、たこ焼き取っちゃダメか。鬼だなこれ。もうせめてさ、高速性作ってほしいよなこれ。このブロックのなくなっていく高速性、ランダムだもんねこれ。もうこいつもさ、左に落ちてくるかと思えばいきなりこう曲がって右に落ちてくるみたいな、ちょっと何言ってるか分からないかもしれないけど、くそ。ぜひねこのゲーム挑戦してみてください。何やってんだこいつみたいな思ってる方はね、ぜひ挑戦してみてください。マジで腹立ちます、マジでストレス抱えますよこれやると本当に。ああはげる、頭がはげてしまう、くそ。ちょっとこっから先いけないよいけないよ。ちょっともうちょっとここ消えないでいい。うわー、よし、いけた、いけたいけたいけた、急げー、上からも来るし、ここたこ焼き取っちゃダメだ、ここ取っちゃダメ。ちょっと先行きたい。これ厳しいって判定、もう先行けねえマジで。ちょっと待ってくれよ、ちょっと待ってくれ、マジでこれマジでいけねえぞこれ。うわうわ、まずい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 、これクリアした暁ね、本当にもうバカでかい声でクソゲーだーって叫んでやる本当に。もうはい、本当によー、もうしょうもねえゲームだなこれ。こんなしょうもねえ、ああもう危ない危ない、よいしょ、オッケー、下行ったらどうなるんだ、
いやダメだ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 、これダメだ。下はまずい。下、下に行けば行くほど、あの、なんていうの、苦しくなってくるっていうか。いやいや、こ、いや、どうするこれ、どうする、下から行くしかねえかも、こうなったら。ジャンプでは越えられねえしな。こういって、ええー、いや、またさらに下から行くか、これ。ちょっと、ここ、ここ、早く、早く、ここ開けて。いや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 、早く開けろ。開く、いやー、ちょっと待てよ、これ。ちょっと待てよ。ちょっと待てよこれ。なんで敵は針に当たって死なねえんだ。理不尽すぎやしねえかこれ。ちょっと待て、これどうするよもう。いやこれダメでしょ。あのあのね、積むようになるようなさ、あのブロックの消え方じゃこれダメでしょうよこれ。あの最低限こう進めるようなさ消え方しないと、悪魔城よりも難しいぜこれ。悪魔城は逆でこうなんかブロックがこう降ってくるみたいなステージあったような気がしたけど、これ逆だよな。ブロックなくなっていくみたいな。そのなくなっていくのが悪魔城でもさ、ブロック降ってくるのがさ、あの法則性あったのに、これ法則性ねえからね。ないからね、ほんと。てか、ランダム、完全ランダムだよ、これ。ああ。はあ。せめてだよ、アイテム使えりゃまだしもなんだけどさ、気安く本丸ってここ魔法使えないよって言うんじゃねえよお前。お前の存在意義だろうが魔法を使えるっていう、簡単に言うんじゃねえよお前。どうにかして魔法使えよもう。これ多分ね、攻略に5時間ぐらいかかると思います。はい。この5の6攻略に5時間ぐらいかかると思います。5時間だと、1本30分の動画にするとですね、何時間ですか？日本で1時間だから5時間だと、5倍 ?10 本あいや、で、これさ、今もう13分過ぎましたけど、進歩なしだぜこれ。まったく。てか進歩っていうか兆しが見えないよな。兆しが見えない、手がかりがない。これさ、何度も言うけどクソゲーだわ本当に。このクソ感半端ねえわこれ。ここ開け、ここ開け、ここ開け、開けよおめん。よし、開いた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 、よし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 、危ねえ危ねえ、急げ急げ急げ、やばいやばい、くー危ねえ。とりあえずここどうする、問題ここなんだよ、ここ、ここ、あ、今の感じいけたんじゃないか今回のこのパターンは。もったいねえ、いけるときといけないときあるからもう完全に積んでしまう。あーくそ、あーダメだダメだダメだ、それとも、それとも何かあるのか、法則性が。一見ランダムなように見えて何通りかのパターンがあったりするのかな。もしかしたらここたこ焼き取らない方が良さそうな気もするけどな。ちょっと開けよここ開けよもう。
よし、あ、いた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 。あ、うー今ね、なんで一気に行かないで、ね、足場一つ挟んで行ったかっていうと、下に敵が見えたからです。はい。だから一回、あそこの足場で、ね、体勢整えてから行こうかなと思ったら、見事に、あの足場に着地した途端ブロックが消えるっていう、このクソ感クソ感半端ねえ、これもう。何度でも言おう、クソであると。あえて言おう、クソであると。クソ、本当にもう、まあ、マジクソだこれ。よし、開け、ここ開け、開け開け、ここ開け、ここ開けよ。よし、開いた、開いた、開いた。よっしゃ、よし、行った。まだだよ、まだ。この先、この先、問題はこの先なんだから。問題はこの先。さあ、ここ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 が、こう、運だよね、これ、完全に運ゲー。ちょっと、開いてくれ、開いてくれ。頼む、開け、ここ。よし、行った。行った、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 行った。開け、ここ、開け、くわ、開け。よし、よし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 、いや、いや、いける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 ぞ。よし、どうなってんのこれ、どうなってんの、どうなってんの。ここ、ここたこ焼きはとりあえず大丈夫だよね。たこ焼きはとりあえず消えないから、よしよしよし。あー、ちょっと待て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 、落ち着け。たこ焼きがある分には大丈夫。下の敵だけにちょっとね、気を張っとけば。いや、あー、やべ、やっちゃったー、今違うな、あー、やばい、違う、たこ焼きを取ろうと思ったんじゃないんだ、今の下にいる、無意識にあの下にいる敵に攻撃したくなっちゃったんですよ。あー、もうせっかくいい感じで進めたのに。もうだからこれ何回ももう本当に根気よく挑戦して、本当にワンチャン進めた時に全てをかけるしかねえな、これ。それこそ初見殺しをこう何度もこう乗り越えてきたけど、これに関しては初見殺し一発でもクリアまでいかないとダメですね、これ。だってブロックの消える、消えていく、何このなんていうのかな、全くもってランダム、まあわからないけどもランダムなように見えるから、対策の練りようがないっていうか、初見殺しに対しての対策の。ここ消えろ、ここ、よし、ここ、ここ、早く早く、ちょっと早く開けよ、ここ。うわー、もう、あー、ちょ、これあの経験者の方とかでさ、あの配信、まああのリスナーさんでね、ちょっと経験者っぽい方が配信してたみたいな感じでね、おっしゃってましたけど、経験者でもこれ一発いけんの、これ。いや、一発とは言わずさ、いや、2、3回失敗するよみたいな人いるの？ 2、3 回でもこれすげえぞ、これ。ちょっと、マジか。ちょっと待てよ、もう。あのね、本当にね、これ。いや、今のでなんで針に向かって歩いていくのみたいな感じになるじゃないですか。だからブロックが消えるとこうなるんですよ。いやー、もうまた絶妙に俺嫌な位置にこの敵がいるのさ、この針のあたりとかさ、絶妙にいるのよね。これ上から行ったらどうだ、こういこういこれが正解か、もしかしてこの行き方が、もしかして、いや、わからんけども。よし、ここ開け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 、よし、開いた。
よし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 、ここ開け、ここ開け、開かない、開けよ、開けてちょっと、よっしゃ、オッケー、ちょいちゃん、ここは消えることないでしょ、開け、ここ開け、開け、よし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 、落ち着けよ落ち着けよ落ち着けよ、よし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 よ早く、ここ開けよ、もうちょっと、よいしょ、あーもう、うーちょっと待って、これまだまだ続くの、いやさすがにこれ中間地点じゃない、くそだこれ、さっきのような生き方、上から行きゃいいんじゃねえの、ここたこ焼き残しといて、残しておいて、ちょっとここ開かねえな本当によもうこれがそうだよね、いや上開くの待ってて、下あの梁の上のあの足場のブロックが先に消えてたら意味ないよね、じゃあやっぱりあそこ上から行くっていうルートにこだわっちゃダメなんだ、ごめんなさい、ちょっと何言ってるか分かんないかもしれないけどダメなんだ、やっぱりどんどん前へ前へ行かないとダメだよね、まあ一応ここで待ってみるけども、場合によっては上か、あダメだ、だってそっかジャンプできねえもんな、上から行ったら、ハリチケシ。はぁ、これはきつい。桃太郎伝説の仕込み以上の地獄だ、これ。これはひどい。これはひどい。コントラ並みの地獄だわ。これはひどい。やばいやばいやばい、よし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 、いいぞ、さっきたまたま上からがね、よく行けたっていうか、早く開けよ、だからそこ開いちゃったらな、下から行くしかねえ、早く、うわもうこの時点でもう下から行くしかねえじゃん、ちょっといい加減にしてくれよ本当によ。もう何度でも挑むしかねえよな、あ何回だ、10回に1回ぐらいはあの結構奥までいけるか、1割か10回に1回ぐらいはその奥に行けるとして、その1回に全てをかけるしかないか、くそこの敵、せめてこの敵がこいつらいなかったらさ、ここでつまずくことないんだけど、こいつらこのまたいいとこにいるんだよ、これ梁の上にさ、梁の上にいるのよ、でなんでこれたこ焼きの上通ってるのって思うかもしれないけど、下歩くと床抜けるのよ、下がね抜けちゃうから、ほらほらほら抜けちゃうからさ、ほら、もう時間が限られてるんだ、これ。下から行く。こっから行く。ちょ、早く開け。早く開けよ、もう。ちょっと。
この梁の上に足場があるうちに開け。ああ、はあ、くそー、ダメだ、いけねえ。どうしたらいいんだこれ、どうしたらいいんだ本当に。ああ、いやマジどうしたらいいのこれ。いやー困った本当に困った、本当に困った。あー来る来る来る、うわーもう来ねえし、来ると思ったら来ねえし、来ねえと思ったら来るしよ、もう開かねえしここほんと。下から行くか、下から、あダメだダメだ、あー下から、下から行こうとすると、あのね、先延ばし先延ばしにするのが嫌なんですよ。どんどん足場なくなっていくから。かといって上がダメだ、あ最悪だこれ。もうだいたい分かりますよね、あの足場に着地しようとしたんですけどジャンプボタン押して 0. 何秒3秒ないし5秒でブロックが消えるっていう、はっ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 はマジクソゲーだこれ。運ゲー、ここに来て運ゲーかい。下から行ってみっか。これ使うんじゃね、もしかして。これ。このルート使うのが正解なんじゃねえか。いや、消えねえな、おい。消えねえな。ちょっと。いや、ここもさ、ここ、ちょっとこの辺消えてくんないと。消えてくれよ、これ。ちょっと、いつまで残ってんのこれ。ちょっと、ほらほらほら、これやばいよ。ちょっとこのまま下のルートで行く術を、ちょっと、こうなるんですよ。先延ばしにすると結局こうなるのよ。だからやっぱり上のルートで行きたいんですよね。はぁ、ほんとこれ最悪だわこれ。何これ、ほんと。よし、ここ開け、この辺開け、よし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 、ここ開け。ちょっとこいつ邪魔だな。ちょっと渡れねえじゃん。行くか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 。はあ、ちょっと待て。ちょっと待て、ほんとに。あかん。丹下宇多で、これ。丹下宇多で。ゾーンダンスよ、これよ。くそ、あよし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 、あけここ、あーダメだ、もう上のダメだ、こっちのルートダメだ、こっちだ、これ一気にいけるか、いった、いったと思ったらちょうどブロックがなくなるっていう。はい、ちょっと休憩します。ご視聴ありがとうございました。